サモナーズリフトへようこそ。武器がたくさんあったら最高なのに。ミニオン出撃まであと30秒。どうでもいいけど、さっさと撃たせて。ミニオンが出撃しました。ファーストブラッシュ。
私が言っちゃってるって。姉貴よりマシ。味方が倒されました。味方が倒されました。敵を倒しました。力尽きました。
味方のタワーが破壊されました。味方が倒されました。味方のタワーが破壊されました。敵のダブルキル。味方のタワーが破壊されました。味方が倒されました。敵のダブルキル。敵を倒しました。味方が倒されました。
シャットダウン。味方のタワーが破壊されました。味方がタワーを破壊しました。敵を倒しました。味方が倒されました。味方が倒されました。
しました。敵のダブルキル。
方がタワーを破壊しました。味方のタワーが破壊されました。はい、笑って。楽しいよ。味方がタワーを破壊しました。見てますよ。味方が倒されました。その前にまず始まった瞬間に、なんでギャンプラテレポートじゃねえのかな。敵を倒しました。味方が倒されました。今自分のタイミングだと今バロン獲得したタイミングなんです。903買いました。マウス、ロジクルの。むせます。無理なもんは無理。いや、まだ使ってないんです。とりあえず、はい。とりあえず、まあ、マウスの DPI とかは全部合わせて、合わせ終わって、さっき、APEX でちょっと調整しつつ、で、マさんがロールやってんなぁと思って、ロール入って、でいろいろやりながら調整するかと思ったら友達から電話来て、それでちょっと待ってください。敵を倒しました。でもやっぱまずはもうマウスの形が違うから、まあまず慣れないとなって感じ。それとあれ、佐野さん、その前の試合、ポッピー使ったじゃないですか。よくライズってやつですね。しかも、しっかりと、連戦できてるし、しかも、ワンデッドしかしてなかったから、強っと思って。味方のインヒビターが破壊されました。正直これ安尾はもう腐ってる時点できついよなと思いますよね。味方が倒されました。ギャンプラもダメージは効かせないですね。今インヒビターおられてるんですか。一個ですか。相手ってどこまでのタワー行ってますか。敵を倒しました。まだセカンド残ってますよ。味方が倒されました。味方がタワーを破壊しました。問題いいのかな。
味方が倒されました。あれ、あとインファナルはまだですね。あ、インファナルじゃない、エルだろ。味方のタワーが破壊されました。そう、エルダーシップだった。味方のタワーを破壊しました。いや、でもねえか。ヤスオがダメージ出ねえかな。味方がインヒビタを破壊しました。グラガスは、まあ、よくはないけど、まあ、いいんですけど。ヤスオが育ってねえなって。あと、ムンドは邪魔してる。誰かライフスティール積んでるんですか？ライフスティールじゃないな、重傷。ムンドがめんどくさいな。ジンクス使われてるわ。いや、てかムンド勝てえな。マジクマさんが行かないと。マジクマさんがいいと何もできねえ。ああ、トップに響いておられたのかこれで。ああ、なるほどな。そんなバカやろ、そんなバカだなこいつ。このそのやべえ。あとポーション買うしかないですよ。え？あ、ポーションってあのあれで使えるポーションですよ。攻撃力ちょっと上がる。ジンクスって意味よ。敵を倒しました。あとはもうインフィニティエッジで固めるか。それだったら。おい、行ってる行ってる、クマさん。いけ、押せ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 。早い早い早い。まもなく味方のインヒビターが復活します。敵のピンがすごいぞ。ピン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 。敵を倒しました。あ、敵が水来た。あー、取られた。敵を倒しました。いや、あれ破壊してけば回復しないかな。いや、めっちゃ良かったです。あそこでもあれですね、ミニオン攻撃しないで、あれも多分タワー殴るんですよ。クマさんのあのスピードだったら多分自分が死ぬ前に多分タワー枯れるんですよ。でも敵のピンすごかったですね、今ピーピーピー。まあ、ラピッドファイヤーは、まあ、微妙だな。するわけないでしょ。あとは、この、あとは他のこの味方かな。あ、バカやつを、それ言ったらあかんだろう。
まもなく敵のインヒビターが復活。いやナイスニッキーだそこは。泣き出しもってった。でもな、このソナがやべえな。何もできてねえ。もう少し近い距離に行ってもいいかしね。今のこのジェノとガンプラが一歩こうしてんのかな。味方がタワーを破壊しました。ナイス。あ、王剣積んでたんですね。